事故があったのは八雲町花浦の国道5号線で、6日午後3時半ごろ、札幌方向に走行していた乗用車と対向する路線バスが衝突しました。この事故で乗用車を運転していた50代男性が頭を強く打ち、ドクターヘリで函館市内の病院に搬送されました。意識はあるということです。また路線バスの運転手と乗客3人も救急搬送されました。運転手は軽傷です。現場は見通しの良い片側1車線の直線道路でした。警察ではどちらかが対向車線にはみ出したものとみて、事故の状況を調べています。